はにゃーん。鉄人28匹ギコと。またありしていってね。シーです。今回は小さい頃にやった畜生行為を挙げてくすれをまとめて紹介するよ。自分が小さい頃やった畜生行為で一番闇深かったのが優勝。友達呼んだのにずっと一人でゲームして帰るまでずっと画面眺めさせてたわ。わかる、ずっとドラクエしてたりな。そういうやつかなりうざかったわ。これめっちゃやられたけどなんで呼ぶの？小学生の時、道路に感触玉置いて車が踏んだらパーンってなる遊びしてたけど、今考えたらぶん殴りたくなるようなガキだな。路中してる車のタイヤの前後に感触玉置いてたわ。トンボの羽を両手で持って、ピリッとやっとったわ。アリを潰しまくった。指は新聞紙みたいな匂いがした。アリの巣に洗剤入りの水ぶち込むんを。バッタとかコオロギの足だけ引きちぎって観察してたわ。カエルくんのお口に爆竹爪の円筒。カエルくんにロケット花火くっつけて飛行訓練。牛ガエルのオタマジャクシ壁にぶつけて遊んでたわ。アリ地獄をほじくり返して爆竹仕掛けて吹っ飛ばしたわ。アリの巣には爆竹をポイで。通学路のゴミ捨て場にあった電球やらすべて割っとったわ。今考えると迷惑極まりない。草むらとかマンションの貯水タンクの下で焚き火やったなぁ。ナメクジに塩ドバババば。冷凍庫に30秒カマキリ入れて、出して解凍してを繰り返した結果、気違いになったんを。これ見てみたい。多分神経系がいかれたんだと思う。釜の使い方すら忘れとったわ。わい、ピンポンダッシュをして、少し後ろを歩くクラスメイトが捕まり爆笑。爆竹ばらして火薬集めてガチャポンの容器に満タンに詰めて爆弾作ってたわ。嫌いな先生ん家に出前頼んだりしてた。トンボの羽ちぎったらすごい勢いで卵を見始めて笑った。死を覚悟したんやろな。ダンゴムシとか車が通るタイミングで道路に転がして潰れるの見て楽しんでた。夏にオタマジャクシを道路にさらして干からびさしとったわ。温泉とかに置いてあるシャンプーやリンスの容器に水を入れる。シャンプーボトルに水入れると中身希薄されて使い物にならなくなるんやで。ビジホのシャンプーボトルに射精するやつって本当にいる？は？外事やんけ。小学校のトイレットペーパーを大量に持ち帰り家で使う。小学校の頃、他の子の弁当をトイレに廃棄。友達の股間に無理やりマッサージャーを当てる。友達をマンションの3階から突き落とした。俺は置いてあったカラビンを道路に投げつけて道路中ガラスだらけにして車パンク期待してた。親の財布から万札結構抜いてた。女の子のお尻を偶然を装ってぶつかって触る。バッパの湯飲みに鼻くそ入れる。銀行の ATM に変なもの突っ込んで壊した。闇深じゃなくて罪深じゃないの？親がいない時にばあちゃんが飯作ってくれたら全部目の前で流しに捨ててた。畜生すぎて草。死ね。何人かで教師の靴に画鋲入れた。女の子の顔面を全力で殴った。マンションの階段で小便。空き家を数人で破壊。犯罪者多すぎて草。カエルの肛門に爆竹刺して点火なんて雑魚やったか。アリの巣穴に対する攻撃はみんな通る道だよな。バッタをトランセルにするのは誰もやっとるしな。学校で飼ってたウサギを線路に固定して電車に引かせた。クソ女教師の車のオイルと冷却液抜いた。階段にグローブほぐす用のオイル塗りたくって顧問転ばせた。授業中前の席の寝てる女の子の髪ハサミでちょきちょき切った。めっちゃ泣かれた。友人が集めてコンプしてたビックリマンのアルバムを動物園のどこかに置いて帰った。CC レモンの空き缶に小便入れて弟に飲ませた。服屋の服に鼻くそつけまくった。スーパーの値札表示いじる。妹の顔面をゴルフグラブでフルスイング。失明せんくてよかったわ。グーチク。やっぱり一番あかんかったのは友達の家の財布盗んだことやな。バレなかったから映画以までは反省しとる。カラスに石投げた。そしたら続々と仲間が集まってきて襲われたわ。もうとっくに時効やけど、ガキの頃電車の線路に小石を置くのが流行って、それが引かれた時に粉々に吹き飛んでたまに火花出るのが楽しかったんや。だんだんエスカレートしてついには膝の高さぐらいある岩を線路に4人かかりで置いた。ガチの犯罪者やんけ。電車止まって運転手さんが一生懸命石を線路脇に寄せてて、ガキながらにほんま悪いことしたて友人らとその遊びは永久に封印した。もう30年は前や。なんや事故したかと思ったわ。何もなかったんやな。お前もっとヤバいことやってそう。いや、線路に石置く遊びはかなりおっさん世代だが当時子供たちの間で流行ってた。びっくりするくらいな。線路に置き石って普通に事故る可能性大なのによくやってたな。
プールの授業中に好きな女の子のパンツ舐めたぐらいやな。小学3年生くらいの時にプールわざと遅れて好きな子のパンツ吸ってたわ。幼稚園児の時に親の金盗んだけど結局白状して泣かせたくらいやな。ニートやってる今の方が畜生行為や。小5の時に公共施設でおもらしして放置した。ペットボトルいっぱいにトンボを詰めて砂場に埋めた。鼻くそを椅子の裏側にくっつけてたな。たまに山手線のドア付近に鼻くそついてないか？それは胃の鼻くそ。家族で出かけるときパッパがワイに切符買ってくれんかったから、いつも知らないおじさんの後ろについて自動改札突破してたけど、今考えると闇深いわ。いらなくなった赤ペンをマッマからもらったのが嬉しくて、近所の表札に振り仮名振りまくったら怒られた。女子の体操服盗んだ。すげえいい匂いや。放課後の教室で全裸ダンス。リコーダーにチ、こすりつける。ワイはー、ルミ入れてたわ。死んだセミをマジックでひたすら黒く塗る。生きたセミを虫眼鏡で日光集めて焼いたりしたん思い出した。殺虫スプレーとライターの火炎放射で虫を焼き殺す。当時ネットなんかないのにフマキラーで火炎放射器は勝手に発見してアリの巣死滅させてたわ。生物たちに謝らなければならない。無邪気とはいえ殺生すまなかった。今思うとマジで申し訳ない。死悪性と無縁な残酷行為であれなんなんやろな。思い出したくないくらいひどいことした。虫や魚やオタマやカエルほんまにすまん。メダカ捕まえてはおじゃこ作るとかほざいてマンホールで焼いてた。それも大量に。バッタの手足もギッてトランセルって言ってた。細い木の枝で飛んでるモンシロチョウを真っ二つ。飛んでいるのによく真っ二つできたな。ある意味すごい。厨房の頃友達ん家で遊んだ帰り際にこっそり AV をビデオデッキに差し込んどいて夕飯時に自動再生されるようにセットして帰った。小学校の部活の後教室に忍び込んで物漁ってた。大体やったことは女子の体操服でしこったりやけど。友達が遊びに来た時帰っちゃうのが嫌で自転車の鍵捨てた。友達とずっといたい時あったよね。ガチサイコールやんけ。王道だけどピンポンダッシュやろ。今思うと何が楽しいねんこれ。ピンポンダッシュは世代関係なくみんなやるよな。わいちょっと前まで近所のガキにやられててどれぐらい不快かわかったわ。通行人に向けてロケット花火はみんなやるよね。夏休みの水泳の時に好きな子のパンツ盗んだ。小1の時に小6のお姉様肩に干潮しまくった。ムカつくやつの自転車のサドルに小便かけてやった。駄菓子屋で集団で万引きしまくってババア店たたんでたわ。庭におったすべてのダンコムシを真っ二つに引きちぎって殺してた。しかも笑いながら。アリの足と触覚をそれぞれ一本ずつ抜いた個体を集めて行動の観察。虫捕まえてはでかいクモの巣に投げ込んでたな。畜生多すぎて草。ワイにとっては一瞬の遊びやったんやが、その虫にとっては生命のすべてやったんやな。すまんな。子供なんて獣だからまあ多少はね。幼少時の乱暴者は優しくなる傾向らしいけど。畜生行為って子供の時にしかできない貴重な体験やな。ワイもとよい子、やらなかったことを今さらにして後悔。指揮者曰く、最近のガキンチョはこういう経験しないから命の重さを知らないまま事件を起こす、らしい。なんやこの畜生スレ。お前ら、畜生すぎるわ。今回は小さい頃の畜生行為を挙げてくスレをまとめて紹介したよ。ご視聴ありがとうございました。